どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ティアーズオブザキングダムやっていきたいと思います。今日は企画の祠をクリアしていきたいと思います。今回の祠の場所についてなんですけれども、全体マップから見ると、ここら辺にあります。で、行き方なんですけれども、私はドイブライン遺跡眺望隊から南西方向にパラセルで飛んでやってここまでたどり着きました。では行ってみたいと思います。闇を照らすもの、企画の祠。中に入ると暗闇です。で、闇を照らすものとはこいつですね。こいつ、リンクが持つことができます。でも、こいつの光だけだとちょっと心もとないので、すいません。明かり羽の種をちょっと1個だけこいつにくっつけさせてください。そうすると明るいでしょ。でも、しかもですね、こいつ、こいつ持ち運べますので、持ってですね、移動するとですね、非常にこう見やすいというふうな形になっております。で、まずこちら側に行きます。で、さらに、この分かれ道、右手側に行きます。で、ここ、ちょっと見にくいですかね。ここに宝箱があるんですよ。で、どうやって取るかというと、こいつをウルトラハンドでこう、引っ張ってやって、こう手前方向に。で、ここら辺に置いてですね。でこいつ足場にして、こう上の方行ってですね、さらに上に行って宝箱をゲットです。はい、中身は琥珀となっております。で、さらに、こいつを持っていきますね。はい。はい、左に行きます。で、さらに、ここ、右に行きます。で、さらに、この真ん中のラインですね。このラインを移動すれば基本的にこのトゲトゲには当たらないと思いますので、大丈夫大丈夫大丈夫だったね、ちょっとヒヤヒヤしました。はい、でここで宝箱ゲットです。はい、中身は夜光石となっております。で、戻ります。はい、トゲに注意しながらですね、この真ん中のところをこう移動していくというふうな形になります。で、戻ります。はい、今度はここ右手側に移動します。はい、移動します、移動します。で、さらにこれ、壁沿いにこう行っておくと、トゲも怖くないというふうな形になっております。で、今度はこいつですね。こいつをウルトラハンドでこう持ってやってですね、こう、床の下ですね。下がありますので、ここからこう、はい、宝箱、こいつですね。こいつをゲットします。はい、中身はですね、小さな鍵となっております。はい、これでゴールのところの扉を開けますのよね。はい、で、さらにこいつ持っていきます。はい、で、こう壁沿いに行きますね。で、次が一番難しいポイントかなと思いますね。この、こう両方が来るトゲ、こいつを手前にしてですね、上の方行くとですね、なんかこう穴あるじゃないですか、穴。あの穴の上に行きたいんですよ。じゃどうするかというと、通れる方、いい感じの位置ですね。発動してあげれば、はい。これで上の方に行けますので。はい、出ます。で、そうすると宝箱がこいつですね。こいつゲットします。はい、中身はゾナニウムの弓となっております。はい、なんか捨てます。はい。まだ宝箱があるんですよ。はい、ここ、穴落ちます。はい、でこいつ取ります。で、この両方からトゲトゲが、出てくる、入ったり出たりするようなところを通ってですね、はい、通ります。真ん中通れば大丈夫だと思います。で、これ左手側行きます。はい、このレーザーみたいなのが出てるところ、レーザーが出てるところをレーザーに当たらないように、慎重に通っていきますね。はい、通ります、通ります。はい、ここに宝箱あります。置きます。ゲットします。はい、中身はオパールとなっております。で、これでですね、宝箱マークがつきましたので、コンプリート。では、ゴールしていきたいと思います。持つ。で、やっぱりレーザーに当たらないようにして進んでいきます。はい、で、さらに、ここで右手側に行く。はい、まっすぐ行きます。はい、右手側に行く。で、まっすぐ行きます。で、そうするとですね、スタートら辺に戻りまして、ゴールというのがですね、はい、この扉、ここですね。はい。
ここの扉を開けるために、宝箱で取った鍵を使うという風な形ですね。はい。で、中に入れると、扉が開いて中に入れてですね、そうするとゴールという風な形になっております。はい、祝福の光を手に入れました。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。